はい、こんにちは、まえチャンネルまえはらです。はい、今日はこちらですね。うん。デュエルマスターズのニューヒーローデッキ。ボルツのバッターアクションダイナマイトです。はい、こちらは2017年5月20日発売のデュエルマスターズの新しいデッキだね。はい。ボルツっていうこの、漫画でもアニメでも出てくるさ、ここにラジカセをつけてるバッドのやつで、俺ちゃんがって言ってるあいつ、うん、あいつのデッキです、はい、で、そのスリーブも購入しました、うん、じゃあ早速開けていきましょう、うん、亀みたいなやつだね、うん、はい、はい、まずこちらがバッドブランドリミテッド、これスーパーレアのカードですね、うん、で今回からですね、この新能力 BAD って書いてあるやつ、バッドアクションダイナマイト、そう、これがですね、今回から新しく追加されましたね、はい、要はこのバッドアクションダイナマイトっていうのはコストを少なくしてバトルゾーンに召喚できると、ただしその終わったターンにこのクリーチャー破壊しなきゃいけないっていうやつですね、うん、このバッドブランドリミテッドの方はバッドアクションダイナマイト2なので、はい、コストに少なくして召喚してもいいんだね、これしかもスピードアタッカーなんでコスト少なくして出してでダブルブレイカーで攻撃した後にも破壊されるっていう、まあすごい面白い効果だねこれね、うん、これは使い捨てだね、あ、そう使い捨てだね、ただもちろんこの効果を使わなくても召喚できるんでしょう、うん、そうだよね、というこのスーパーレアのカードが2枚入ってましたね、はい、次がボールボムボマー、これはビートジョッキーが3体以上あればこのクリーチャーの召喚コストを最大5少なくしてもいいんだって、おえ、すごくないこれも、うん、スピードアタッカーでダブルブレイカーですね、これが1 2枚かドリドリ自転車ドカパンク、うん、あ、シールドトリガーですね、うん、なるほど、これが2枚、あ、3枚、4枚、4枚入ってますね、サイド走者ジェフト、うん、スピードアタッカー、これもスピードアタッカーだ、今回のこのボルツのデッキは結構スピードアタッカーが多いんだね、そうだね、うん、バトルゾーンに自分のビートジョッキーが2体以上あればこのクリーチャーのパワープラス3000する、うん、ほんとだ、なるほどね、で、これが4枚、4枚入ってますね、突撃戦車バックゲット、これもシールドトリガーですね、すごいね、これも4枚かな、次はステップチュリスビートジョッキー、バトルゾーンに自分のビートジョッキーが2体以上あればこのクリーチャーにスピードアタッカーを与えるんだって、すごい、すごいね、これが2枚、3枚、あ、4枚、これも入ってる、すごい、次がポップチュリス、このターン他のクリーチャーがアタックしていなければこのクリーチャーはアタックできない、あー、うん、なるほどね、そういう系、コスト1だ、そうだね、うん、3、4枚あるんだ、ジャジートランパー、シールドトリガー、シールドトリガーも、あ、でも10面ですね、相手のパワーが7000以下のクリーチャーを一体破壊する、これが1、2、3、4枚、ナグナグチュリス、出た、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時相手のクリーチャーを1体選んでもよい、その選んだクリーチャーとこのクリーチャーをバトルさせるって、おお、すごい、いきなりバトルするんだね、ナグナグチュリスは2枚、バッチヒット、このクリーチャーは自分の手札が2枚かな召喚できる、ダブルブレイカー、あ、すごい、これも面白いね、うん、なるほど、これは2枚、あ、来た、一番対チュチュリス、自分のビートジョッキーの召喚するコストを1少なくする、ただしコスト0以下にはならないって、これあれだね、一番対クリスタとかさ、あ、そういう感じのやったりマンとか、そう、やったりマンとかそういう系だね、うん、でチュチュリスも4枚だね、うん、4枚ですね、はい、発砲チュリス、このクリーチャーが破壊された時カードを1枚いく、おお、うん、コスト2でパワー1000、これは2、3、4枚、あ、以上ですね、で、はい、でニューヒーローデッキガイドが入ってありました、はい、これちょっとした説明があるよね、うん、それと今回このスリーブも購入しましたね、ボルツのやつね、はい、なんで、先ほどの40枚これ入れてこの改造なしでエイシン君と対決したいと思います、うん、何でしょうか、エイシン君はやっぱりジョーカーズかな、はい、そうだよね、で、うん、改造ありの、まあ、最近強いやつ、はい、ジョニーが4体、ね、4体です、それでどこまで対抗できるか分かんないこれ、うん、だってバッドアクションダイナマイト面白いから、うん、いけるかもしれない、確かに、うん、じゃあ、部屋移動して対決しましょう、うん、はい、ということでいつものところやってきましたね、はい、平身くんが、ジョーカーズで僕がこの今回のニューヒーローデッキ、このデッキそのままでいきますね、はい、はい、じゃあ行きましょう、最初はグッジョッキュッポイッ、よし、ゲーマースタート、
さーてと、マナチャージ、ターンエンド。ターンエンド。ドローして、マナチャージして、ポップチュリス召喚。あ、出た。ターンエンドです。はい、ドロー。マナチャージ。2マナ使って、やったるまん。はい。ターンエンド？ターンエンド。はい、じゃあ、2マナ払って、待って2マナ1番対チュチュリス。おー、出た。ターンエンドです。じゃあ、アンタップして、ドロー。え？これ、どう？ターンエンドかな。ドロー。5勝。で、1マナ使って。1マナ？ポップチュリスを出すの？1マナ使ってステップチュリス。あ、出た。ステップステップチュリスね。このバトルゾーンに自分のビートジョッキーが2体以上あれば、このクリーチャーにスピードアタッカー与えられます。はい、で、まだ待ってね。まだまだ。さらに2マナ使ってナグナグチュリス。おお。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体選んでもよい。その選んだクリーチャーとこのクリーチャーをバトルさせます。はい、バトルさせて、はい、うそー。で、パパはまだ終わってません。まさか。スピードアタッカー与えられてますので。チュリス、ステップチュリスで。ステップチュリスで割っちゃおう、バリーン。バリーン。来ない。速攻でいきます。ポップチュリスは召喚用が解けてますので、まあ、いきます。バリーン。バリーン。なし。じゃあ、一番対チュリスもバリーン。バリーン。なし。速攻でいきます。タイド。やばいやばいやばい。ドロー。ここでこのカード来るの。いけるよ、これ。速攻でいけるよ。なぜかわかる？確かに。パパはもう4体出てるんだよ。このクリーチャーを2体以上エちゃん破壊しないと次のターンやられるってことだよ。3マナタップ。洗脳洗脳3乗。洗脳洗脳。おー、来た。よーし、ぬー1マナ上昇上昇カーズ。1マナ上昇カーズ。1、2、3、4、スタンカーネンね、うん、はい、この間のテレビで出てきたんだよね、スタンカーネン。お金に換えるクリーチャーだったけどね、うん、ターンエンドですか。ターンエンド。あ、これアウト。ボン、はい、やばい。やばいですね、これ。シン君タイムストップに出てくれ。アウトじゃないですか。ドロー。はい、じゃあまず1マナ使ってポップチュリス。うわ、また来た。ポップチュリスは召喚用です。さらに2マナ使ってサイド操作シャフト。これスピードアタッカーです。やばい、来ちゃった。バトルゾーンに自分のビートジョッキーが2体以上あれば、このクリーチャーにパワープラス3000です。やばい。まあでもいいんで、スピードアタッカーでまず1枚ブレイク。パリーン。シールトリガーバイナルドア。バイナルドア。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、バトルゾーンまたはマンゾーンに自分のジョーカーが合計3枚以上あれば、はい、相手のクリーチャーを1体あれば相手はそれ自身に無札の一番下に置く、はい、その後自分はカードを1枚引く、はい、とりあえずダブルブレイカーっていない？いないね、ダブルブレイカー。じゃあステップチュリスを。ステップチュリスを一番したい、うん、その後自分はカードを1枚引く。はい、どうぞ。やばい。はい、じゃあナグナグチュリスで1枚ブレイク。シュートトリガー来てくれ。あ、じゃあポップチュリスでダイレクトアタック。早いでしょ。早い、さすが速攻。ジョニーいたんだよ、チュルチュルズも。いやー、相当これは速攻で決める。これなかなか面白かったね。シールドがすごいね。速攻系だね、本当にね。これはシールドがこの前やってたね、パパがずっと使ってたメタリカのデッキと全く違うね、うん、これは面白い。しかも結構ボコボコにやられてたジョーカーをアップサに倒したってのは気持ちいいな。やばい。簡単に終わっちゃったね、うん、シールド5枚で、ね、圧勝じゃん、うん、はい、ということでですね、今回はこちらの、デュエルマスターズのニューヒーローデッキボルツのバットアクションダイナマイト、これで、プレイしてみました、はい、面白かったね、うんうん、今度はこれ改造したデッキでまた対戦動画やりたいなと思ってます、はい、そしてですね、またうちらまだね、分かってないところあるかもしれないので、うん、間違いがあったらご指摘ください。はい。
はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね、よろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。